アントーニオ・ロッティは、イタリア・ベネツヤにあるサンマルコ寺院を中心に、活動した正規バロック音楽の作曲家、オルガニスト。晩年は、同時委員の学長を務めた。従来、アカペラの宗教が小曲、十字架につけられた巻いて、歌曲、美しい唇よ、お前は言ったのだなど、少数の作品が知られるだけだったが、近年になってオペラ、テオファーネの復活上演が行われ、また、 英知のミサ曲や演奏に約50分を要する大作、鎮魂ミサ曲など、各種の録音が登場し、再評価の機運が著しい。欠出した教育者でもあり、門人には、ドメニコ・アルベルティ、ベネデット・マルチェット、フランチェスコ・ガスパリーに、バルダッサーレ・ガルッピ、ヤンディス・マス・ゼレンカなどがいる。ロッティ・プジンは著名なソプラノ歌手のサンタ・ステラ、スカラベッリである。 1667年1月5日、ベネツィアの音楽家の家庭に生まれる。同月25日にサンマリーナ教会で洗礼を受けた。父親のマッテー・ウォロッティは1665年から1679年まで、ドイツ北部ハノーファー選定校の宮廷学長を務めた人物で、母親のマリナ・ガスパリーニは、漁師の娘であった。その後ロッティは、幼児を、ハノーファーで過ごし、 10代になって、ベネツィアに戻ったらしい。5歳下の弟フランチェスコと6歳下の妹、マリア・メルシーナがいた。1683年、ベネツィアのサン・マルコ寺院で、学長のジョバンニ・レグレンツィ、テノール歌手のロドビコ・フーガに指示した。1687年11月25日、同人付属のサンタ・チェチーリア音楽家協会が、設立された時、ドゥカール礼拝堂で、 臨時歌手として歌ったのがロッティの最初の音楽活動だった。その後、次第にサンマルコ寺院での地位を確立していく。1689年には正式のカウンターテナーとして雇われ、100ドゥカートを支給された。1690年8月6日、第2オルガニストの助手となり、30ドゥカートの昇級。1692年5月31日に満場一致で、 第二オルガニストに選ばれた。しかし依然として、彼の俸給は安く、サンマルコ人員のために、ミサ曲を作曲したり、モテット、合唱曲、オラトリオを作曲したりして、生活の足しにしなければならなかった。1697年から1707年までは、精霊学院をスペーダーレの学長を平任し、病院、個人員などを兼ねた。 施設のために音楽を書いたり教えたりもしている。1704年8月17日、前任者の死亡に伴って、サンマルコの第一オルガニストを死亡し、13対1の氷決で第一オルガニストに任命された。一方、劇場向けの世俗音楽にも熱心で、1693年には最初のオペラ作品、無実の勝利がサンアンジェロ劇場で初演された。 それから数年で、ロッティは、ベネツィアでも一番人気のオペラ作曲家の一人となり、1706年から1717 17年までの間に少なくとも16のオペラを書き上げ、上演された。この人気はドイツにも伝えられた。1717 17年に、ザクセン選定校、フリードリヒアウグスト一世から、招きがあり、家族と一部の音楽家を引き連れ、 ドイツ東部の都市ドレスデンへ出向することが、寺院から認められた。そのためロッティは2年間ドレスデンの宮廷歌劇場に出向し、先帝校の婚礼を祝賀するオペラ、アルゴのジョーベ、アスカーニオ、テオファーネの3つを作り、上演に携わった。娯楽音楽としては、4大幻想を作曲している。また1717 17年11月22日にロッティ、ラガ同地で、 ミサ曲の演奏を行った記録があり、次のような報告が残っている。先定校がベネツィアからドレスデンへ招聘したイタリアの音楽家は、当地とは全く異なる様式で教会を賛美した三時間を要する総合ミサは、かつてドレスデンでは聞いたことのない素晴らしく芸術的な技法を伴った声楽、気楽で演奏された。バッハやヘンデル、ゼレンカはロッティのミサ曲、 英知のミサ曲の楽譜を写布していたことが知られている。またバッハがライプツヒの教会でこのミサを演奏した楽譜をベルリンの国立文書館が保存している。1719年、再びベネツィアに戻ったが、以後オペラを書くことはなく、室内楽や宗教曲、特に多くの無伴奏合唱曲を残している。1733年、サンマルコ寺院の臨時学長、 1736年、ついにサンマルコの終身学長となり、亡くなるまでこの地位にいた。学長の地位は、給料が良く、住居が無料だった。1740年、この地で不死を起こして、最後を迎え、聖ジェミニアーの教会に埋葬された。1807年、この教会は、ナポレオンの命で取り壊され、ロッティの墓も失われた。どこかに移転されたものと考えられるが、 場所は分かっていない。あらゆるジャンルにまたがって作曲しており、ミサ曲、カンタータトなど宗教曲を書く一方で、多数の取りがある、約30曲のオペラ、若干の器楽曲をも残している。アカペラ様式で作曲された宗教曲も多い。おそらく最も有名な作品は、不協和音の印象的な仕様が特徴的な発声の十字架につけられた巻いて、クルーキフィクサス。 イタリア古典歌曲としてよく知られた、美しい唇よ、お前が言ったのだプール・ディチェスティ、オーボッカベイリアであろう。ロッティの作曲様式は、正規場ロック音楽から、初期古典派音楽の橋渡しをするものとも言われる。作品の多くは、未出版のまま総工として、ヨーロッパ各地の図書館などに残されている。ミサ曲宗教作品世俗作品企画局 AGM によれば、 当時ベネツィアの暦は3月1日に始まったので、ベネツィア歴では1666年生まれとなる。ウィキの英語版などにロッティの画像が掲載されているが、いずれもベネデット・マルチェットの画像を誤って伝えたもの。ヨハン・ヨーゼフ・フックスのものをロッティと誤っている記事も海外に見られる。カトリック・エンサイクロペディアによれば、ジョバンニ・バッティスタ・バッサーにも弟子として挙げられているが、 バッサーにはロッティと同じくレグレンツの弟子だったとされるので、10歳ほども年長の兄弟子がロッティの門人であったという説は疑わしい。記事はベネツィアかハノーファーか不明とされていたが、新資料の発見により、1667年1月5日にベネツィアで生まれたことが確定している。金貨の項目を参照。AGM によるアルゴのジョーベは同じ台本を ヘンデルも同盟のアルゴのジョーベとして使っている。また同じヘンデルのオットーネの台本もロッティのテオファーネの台本に基づいて改編したものであり、ヘンデルに与えた影響が伺われる。14歳年下のテレマンが自助伝の中で1719年にドレス伝でロッティの2つのオペラを聴いたと述べている。その時の歌手の名前まで記していて、 テレマンもロッキから影響を受けたことがわかる。ハットリ構造、バロック音楽の楽しみ参照。参考文献レクイエムのヘンゲルブロックによるライナーノーツを参照。AGM によれば、このミサ曲のシャフがバッハの所持していた楽譜類の中に発見されている。BCC による。AGM による。インスルプのハイ肺ヒエンの項目を見ると、クリストフ・グラウプナーの手になる。 パートシャフが残っていて、ロッティを作曲者としていた。これが後から加えられた手で、ハイニヒエンシと訂正されていた。という注記がついている。ありがとうございます。